ケジョ沼にねぐら入りしたガンは翌朝餌を食べるため一斉に飛び立ちます。そのほとんどは田んぼに向かいます。もみなんか入ったのを拾ったりね、あとその周りの田んぼのあぜとか何かの草の根を食べたり、草をついばんだり、あと今だと完全に大豆が植えられているところに降りて大豆を食べたり、やはり冬場ですよね、今度はね、雪用のところをかき分けて根を食べたり何かをして、いろいろそういう生活をしながらまた夕方には戻ってきて、で、だいたい2月の半ば過ぎから3月にかけて全部シベリアの方に飛び立つ。餌場となる冬の田んぼにやってくるガンの仲間は、田んぼに散らばる落ち穂を餌にして越冬します。越冬のためには大豆やあぜの草も餌として重要で、それらの環境は農業が営まれることによって維持されています。ガンにとってラムサール条約湿地であるケジョ沼は、豊かな自然環境である広いねぐらを確保し、またここにある農業の営みによる水田が豊富な餌場となり、大崎高度は渡り鳥にとって越冬しやすい最適な地となっています。世界農業遺産の大崎高度、人と生き物とが共生する環境が豊かな生物多様性を育んでいます。